ドコモスタイルシリーズ P-06C はパナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第3世代携帯電話端末であるドコモスタイルシリーズの一つである NTT ドコモから発売される携帯電話としては最大で12のカラーバリエーションを用意した端末となるヒンジと内側のカラーは4色となっている 外側の色に対する内側色はカラーバリエーションを参照。また端末ディスプレイには背景色を366色用意されており、毎日待ち受けを切り替えるというコンテンツがプリセットされている。端末のデザインは折りたたみ式となっており、やや角張った凹凸や継ぎ目を極力減らしたシンプルなデザインとなっている。 P シリーズの定番機能であるワンプッシュオープンボタンも搭載されている。カメラ部分においても凹凸が少ない。また防水仕様となっており、風呂場でのワンセグの視聴なども行える。背面のヒンジ部には UKL の小型のディスプレイが配置されており、これもそれぞれのカラーに合わせた鏡面仕様となっている。テンキーの下には I 2、2 3 i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  と記された。 マルチワンタッチボタンが用意されており、それぞれのボタンに自分がよく使う機能を割り当てることができる。割り当てられる機能は、よくかける人への電話発信、メール作成、電卓、赤外線受信、アラーム、ブックマーク、スケジュール、アラーム、メモ、バーコードリーダーなどがある。ビエラ形態とは名乗らないものの、ワンセグでは、毎秒15フレームの映像を最大で、 毎秒60フレームの映像に変換する機能である、モバイル W スピードが搭載されており、滑らかな動きのアンセグ映像を視聴することができる。デコメ絵文字や街、キャラ、デコメアニメ、待ち受け画面、メニュー画面、アンテナ、メール送受信画面等に、スヌーピーのコンテンツがプリインストールされている。その他デコメ絵文字は2102種類がプリセットされている。他、 入力したメールの文章を簡単な操作でデコメールに変換するすぐデコ機能なども搭載されている。カメラには被写体にカメラを向けるだけで自動でシーンを認識するインテリジェントオートが搭載されており状況に合った撮影が可能となるほか光量が少ない室内などで暗く映ってしまった部分を明るく補正する機能が搭載されている。 富士通製の機種などに多く搭載されている。しっかりトークや、ゆったりトークがプリセットされている。色調は大きく分けて3系統の色調で揃えられる。モノトーン系、ホワイト、シルバー、マットブラック、ブラックピンク系、パールピンク、コーラルピンク、マゼンタ、レッドゴールド系、ローズゴールド、ゴールド、イエロー、オレンジとなっている。 NTT ドコモの2011年夏モデルの新サービスである長時間の動画ストリーミング再生が可能な50メガアイモーションや声の卓球便には対応していない。しかし着歌や動画などのコンテンツをまとめてダウンロードできるコンテンツパッケージにも対応している。その他にドコモマーケットや P スクエアマーケットなどから 様々なアプリケーションやコンテンツをダウンロードしインストールすることが可能となる。2012年2月14日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。ありがとうございます。